はい、こんばんは、友達でございます。カバーの方ですが、相変わらずちょっとジギーをやっておりましてですね、今日やった曲が東京ジギーナイト、もとい、東京シティナイト。はい、絶対ね、あの動画の説明欄にも、あの概要欄にも書いたけど、絶対東京ジギーナイトってみんな言ってたはず。違うかな、うちらは言ってた。この曲はあのあれですね、セカンドアルバム、あのグロリアが入ってるホットリップスっていうアルバムの中に入ってる曲で、なんでしょうね、まあ、ロックです。ロックあのメロディーアスですね、すごくね、あの森重さんの得意とするところだと思いますけども、まあ、あのファンの間では結構人気がある曲じゃないかろうかと思います。はい、でこの曲も高校3年生の文化祭の時に、ジギーをやったんですけどもね、やりました、この曲もね。それでまあ、ドラムでね、やったんですけど、あの大山さんのドラムはね、なんつったってね、なんつうの、あのチャカチャカチャカ16ビートかハイハットをチャカ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 、これが非常に多いんですよ。あの I'm getting blue なんかすごいからね、 I'm getting blue のとこずっとチキ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 で、その後にチキチキからタム回していくんですよ。チキチキでチキ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 ターン、チキチキダカダカ、チキチキターン、チキチキダカダカ、チキチキターン、チキチキダカダカってあるんですよね。絶対無理だよ今当時頑張ってやってたけど、この曲もだよな、デンテレ、そうだね、イントロがそうだ、カン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 、タララランララン、チキ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 やるんですけどね。この曲は、まあ、そのチキチキ以外はまあどうこない曲な怒られるな、まあ、どうこない曲なんですよ、ドラム的には。ただ一箇所、サビ上がりで、あのソロ上がりで、感想ね、感想上がりでサビをもう一回繰り返す、まあ B メロからサビをもう一回繰り返すんですけど、そこでためらいがちにタカタカダン、ためらいながらタタンダン、ブレイクするんですね。ダンフレームかブーニーは、もうそこは決めどこなんですけど、私本番でその決めどこじゃない場合はトゥンタンプンタカタカプッタン、めらいがちにプッタカタカタカプッチャンプッチャンっていうパターンでいくんです、ずっと。で最後に一箇所プッチャンじゃなくてジャッてこう止めるところがあるんですけど、思いっきりライブ当日にドッチャンってやっちゃったんですねその決めどこを。その時にギターの子がね、ものすごいえぇって顔をして、俺の子を見たんですよ。まあ俺ももちろん、あ、やっちゃったと思ったんだけど、ダーンダーンって曲終わった後にライブ中なのに、あのダメ出しされたっていうね。あのしかもマイクで喋ってくれればいいのにさ、あのネタっぽく、あのリアルに、あの地声で、この曲そこ間違っちゃダメだよみたいなね、ダメ出しをライブ中に食らってテンションがガッガッツリ下がったっていう忌々しい思い出を、はい、思い出しつつやってみましたけどあのギターやってても間違えた、そこ、あの撮る前に。それで思い出した、あ、そうだ、俺本番これ間違えたと思って、はい、まあそんな曲ですけど、いいんじゃないですか、はい、この曲、まあこの曲はアコギ向きですね、はい、あの非常にもうギターで弾き語るにいいんじゃないですか。ギター一本で作ったんじゃないかな、きっと森重さん。でこの曲もね、そのバンド終わった後ですけどね、高校卒業した後にエレキの練習する時にこの曲も一生懸命やって、だギターソロなんかも全然普通に弾けるんですけども、あのアコギ1本でやるということで、ローコードでね、まあ、カポニで Am の曲だったんで、 Am のこのねローコードの辺で多分いけるやろうと思って弾いたんですけど、結構ね音域を使うソロなんですよね、低い音から高い音まで。でちょっと
あんまりこう指が飛びすぎると行動にならなくなっちゃうからどうしようかななんていう辺を、まあちょっと、はい、試行錯誤しましたけど、まあソロの音も出てるんじゃなかろうかと思います。はい、ジギーのこのアコギ一本シリーズはどうでしょうね。ぼちぼちおしまいかな。まああるけどね、いっぱいね、あるけど、なんだろうな、まあちょっと同じようなパターンになってくるかなみたいな感じで、このシリーズはあのギターの見せ場が作れていいですね。はい、あのギターで見せ場があるときは私動画の中でその見せ場のとこだけ手元アップしてますから、はい、わかりやすい。はい、まあ、そんな曲ね、今日のカバーの曲の話と、もう一個、あの昨日私のテーマ曲オリジナルでね、メガネかけてタオル巻いたおっさんの歌っていう曲をやったんですけども、その時に8分の6拍子でやってみたみたいなね、8分の6拍子バージョンみたいな感じでタイトルもつけて出したんですけど、今日うちの女子と8分の6について議論になりまして、ふとね、8分の6だよなこれ、あれと思って、団地さんからのコメントとかもあって不安になってきて、あのさ、これ8分の6だよなっていう話をしたんですよ、嫁ちゃんと娘ちゃんに。したら、てて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 て、これが8分の6じゃないのかと嫁ちゃんが言い出し、え、じゃあ違うよ、てててててててじゃないよ俺の昨日やったやつみたいなね。で、要は8分の6とか4分の3つのは分母が使う音符で、分子がそれが一小節の中に何個入ってるのかっていうことだから、だから4分の3っていうのは、要は3拍子ね。3拍子っていうのは、四分音符が一小節の中に3つ。だから、タン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 ね。タンタンタンが一小節で。タン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 でしょ？で、昨日俺がやったやつは、要はその倍テンポだから、タタタタタタ、ん？タタタタタ、タタ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 っていう、タン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 がタタ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 、確かにこういうリズムの曲あるけど、これは8分の8じゃなかろうかと俺は思っている。よくわかりません。詳しい方はよろしく。まあ8分の6って約分すると4分の3だから、約分すんなって言われたけどね、娘ちゃんに。でもそうじゃんみたいなね。まあ、俺の8分の6ということで。特に、とにかく、あの8分の6は前のめりに前のめりにこう、歌詞が乗っかって気持ちいいんですよ。歌うの大変だけど。はい。ということで、8分の6なのかなっていう話です。まあ、やっぱリズムの変化っていうのは面白いですね。そもそもだから曲が長すぎたんで、要はもともと3拍子なんですよ。メガネかけてタオル巻いたおっさんの歌を、気が向いたらでいいから聞いてみてく、ワン、ツー、スリー、このテンポで作っていったら6分超えちゃったんですよね。歌詞も長いから結構。それをタタタタタ、メガネかけてタオル巻いたおっさん、メガネかけて
チャンチャンチャンチャカチャチャカチャチャカチャチャンチャンチャン、メガネかけてタオル巻いたおっさん、うん、よくわからん。まあとにかく倍テンポにしたの。まあ長くてもいいんだけどね、長くても厚まに過ぎる聞いててね、っていう曲はいいんですよ、うん、私のこのおっさんの歌は、今聞くと間延びしちゃってるんですよ、詰める余地があるんじゃねえかと思っちゃう曲なんですよ。長くても詰める余地がなくて、これはこれでいいと思う曲はそれでいいんだけどね。はい、まあ、そんなことも思いつつ、まあテンポって面白いですね、奥深いし、はいはい、そんなこんななことを感じたりしつつやったのが昨日の曲でした。ということで、まあそうそう、今日の話のメインは後半の方があれなんだけどね、8分の6って何っていう話でした。ということで、はい、ジギーのカバーはそうね、なんかあこの曲あったじゃんみたいなのがあればもうちょっとやるかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。ということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺で。